小松よりはあの日から迷子の僕らを救いたいんだよ僕は抱きしめたいんだよ僕は。 触れないことを語り、ありのままの僕の願望像を駆け上がったことを後悔してんだ。夢は夢なんだ、どこかで覚めなくちゃならない。そう諦めきったいつかのあの僕らにもう一度会いたい。 大人になるっていうことは、あれこれと捨てるもんなんだ。そう言い聞かしてしまう自分にうんざりしていた。逃げることばっか考えて、そのくせにどうも欲張りで、拾うものはないがしなったのせた。自分が何一つ残っちゃいない。